5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. こんにちは。こんにちは。ルーミュージック店長の鈴木です。客の堀部です。はい。さあ今日もギターの紹介をしていきたいと思うんですけども。はい。今日はですね、私がズーさんの中からピックアップした3本を、気になる3本なんですけどね、紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。では1本目からなんですが、はい、はい、こちら弾いてみたいと思いますよ。じゃあまずはクリーンからいきます、ね、よし。では いい音です。では次歪ませます、うん、はい。この持った感じが非常に僕の手には馴染みます。はい。で音なんですが、やっぱりレスポールなので、レスポールらしいいい音だと思います。そうですね、でこれぞ、はい、ザ・ギブソンっていう感じよ ね。そうですね、はい、はい。で色味が鈴木さん、これなかなかシックな色合いで、うん、そうですね、深みのあるワインレッド、はい、ということで、ね、なんか大人っぽい感じでいいですね。はい、はい、それとで、お値段的にはいかがですか。こちらは税込みで16万5千円と。はい、16万、これお値打ちに思いますね。そうですね、はい、はい、ね、さすがギブソンで16万でしたら非常にお値打ちかと思います。はい、はい、ね、気に入りましたよね、僕も。はい。はい、じゃあ2本目のギターいきましょうか。はい、お出しします。はい、まずクリーンサウンドで、はい。なんかすごい響くんですけども、これ。そうですね、はい、これセミアコになってますんでね、この F ホールの部分が空洞になってるんで、箱なり感を感じられるんじゃないかなと。箱なりって言うんですね。はい、はい、では次歪まします。よし、はい。Thank you.
がまたなかなか勇ましい音で勇ましい、はい、そうですか、はい、でネックの感じがこれ細いんじゃないですね、薄いですね、あの先ほどのに比べて、はいはいはい、そうですね、薄い感じがするんですけども、はい、これこういうグレッチはこういう感じなんですかね。そうですね、はい、やっぱギブソンがちょっと太い、ギブソンが太い感じですかね、はい、あこれすごい薄い感じで握りやすさもねすごい握りやすいです、うん、であと音がね音に関しましてはその日々やっぱこれが効いてるんですか、 F ホールが効いてるんですか、そうですね、はい、このすごい響きますね、うん、はい、アフ通さなくても生鳴りが結構なフォークギター弾いてるのと同じか同じではないですかね。まあまあそれが箱鳴りっていう、はい、ボディが鳴ってることを箱鳴り。なるほど、わかりました、うん、へー、この色なんですけども、うん、メタリック塗装になってますよこれ。そうですね、ね、はい、ですね、深みのあるパープルですよね。これすっごいかっこいい、ね、紫色で、うんね、かっこいいですよね、へー、これは渋いですよ、はい、でちなみにお値段的にはどうなんでしょうか。そうですね、こちらは税込み13万8000円になっております。あ、はい、あ13万8000円で、はい、お値打ちが手に入る、はい、はい、非常にお値打ちですね。へえ、これもすごくいいと思います、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後3問目、はい、お願いします。はい、ではクリーンサウンドから。おお、出ました、いい音ですね。個人的にあの僕 G の音がいい音するギターというのはいいギターだと思いますので、うんうん、はい、あのすごいいいギターだと思います。はい、ありがとうございます、はい、では、はい、歪ませます、はい、そうですね、はい、今試していただいたのがサスティナーっていう機能がなんですけども、はい、これをオンにすることで音が減衰しずにいつまでも伸び続ける。はい、まあ通常は弾いてると徐々に音が減衰していくんですけども、はい、はい、なるほど、これを加えることでずっと伸び続けると、はい、止まんないですね、止まんないですね、はい、で、このこちらのスイッチが音色が変え、はい、伸びる音色が変えれると思った方がいいですかね、はい、はい、こっちだとどうなるんだろう。
そう、最後のフィードバックの感じが変わるんで、それはお好みで、これネックの感じもすごく良くてですね、まあ太い感じはするんですが、はい、触り心地が非常に良いです。裏も塗装がしてあるんですけども、はい、気にならない感じで、はい、滑りますよ、はいはい。まあ、このギターは世界に誇る日本のスーパーギタリスト宮城さんのギターになりますんで、はい、はい、シグネチャーモデルってやつ。そうですね、はい、おお、だからいろいろてんこ盛り言葉が悪いないろいろ盛り込んであるわけですね。そうですね、はい、ね、もう音はもう抜群にいいですねやっぱりその、宮城さんモデルということで、うん、そうね、はい、へえ、テレキャスターなのにアーミングができるっていうのがね、はい、宮城さんらしい仕様になってるんじゃないかな。あの、ね、宮城さん激しいギターされますもんね、うん、これ色もね白くてすごいかっこいいですね、うん、あの色、はい、白黒のコントラストね、あ、はい、渋い感じになってます。あ、ステージ映えなんか非常にするんではないかと思います、うん、はい、でこちらお値段の方はそうですね、こちらは税込みで22万円はい、はい、で宮城さんモデルが手に入ると、うん、ね、フェンダーですし、そうですね、はい、はい、これも値打ちな値段だと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、今日も3本ご紹介いたしましたけど、はい、はい、お気に召したでしょうか。はい、お気に召したでしょうかあの僕が選んだんですけど、はい、よろしくお願いしますはい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、また来月お会いしましょう。